だから俺が正しいんだって。おお、持つべきものは推しですよ。推しです、本当に。ヤサオジありがとう。ヤサオジありがとう。俺はヤサオジにこう借りて使わずに当てるっていう。自腹がまだ2000円残ってます。あ、すげえ。ヤサオジいらなかった。ごめん違う。ヤサオジがいたから気持ち悪い。こういうもんなのよ。本当にさ、ね、こういうもんなのよ。いや、そうよ、出たから。これビッグよ、しかもビッグよこれ。あー、バカな。ヤサオジいらなかった。いらなかったやつ。ごめんね、ヤサオジ。ごめんね、ちゃんと返すから。ビッグだ。ヤサオジいらなかったよ。ヤサオジ、手数料だけ損したよ。でも本当この気持ちの余裕がね。そう、結局ね、これはマジでそう、お借りしたことにより余裕が当たりを生み出すんですね。これマジでそうなのよ。だからやっぱ借りた方がいいってことなのよ。残り2000円ぐらいしかなかったら今の叩き方できないのよ。そうお願いします。いや、もぐらそれね、言ってほしいな。いや、これはね、あ、これどっちの台もやっぱドキドキできんじゃないですか、今32ゲームから。そうですね、どうにかこれを当ててヤサオジをなかったことにしたい。いやー、ヤサオジの部分カットしたい。やっぱでもビッグとバージョン結構気持ちが違うね。いや、やっぱ違いますよ。しかもビッグはもうマジであれ、これ天国あんじゃないっていうのを、ね、思いながら打てますから。確かに。あー、スイカこぼした。だって通常4-6ですからね。あスイカから。これはどっちなんだろう。どっちか、これで分かんなくなったんだよね。分かんないです。ただこのスイカで、うわでかっ、ヤサオジいらなかった。うわカットだヤサオジ。俺は6万円なんて借りてない。そうだ、ヤサオジカット。ええで。うわ、汁ですね。汁です。リップだ、リップ。いらない。完全にカットだ。しかも、もう一個ある。カットだ。あんたはカットだ。あんたはカット要員だ。ありがとね。いやー、ダメか。頼むヤサオジ、頼む、お願いします。あー、ダメだ。4連打。いやー、そろそろよ。候補はね、通常時だと、うん、モード B 以上確定なんですよ。怖い、いやだ。いきます。いやー、ここね、ここ大事だね。ここめっちゃ大事っすね。おー、いいね。いいね、いい、2ゲームいいです。あ、嬉しい。これが気持ちいいですよ、やっぱウキドキのね。嬉しい、これが気持ちいい。マジか、この不安だった分さ。いや、そうなんですよ。やばいよね、この持ち直しが気持ちいいですやっぱ。しかも早いっていうね。うわ、あとかなだ。あ、やばい。あとかなはだからやっぱドキドキにいたんだと思います。ちょっと待って、アトカナは初代とかだったらもう連チャン終わりなんですよ、アトカナって。マジじゃん。だから俺が正しいんだって。なんで二人ともこれ出るのよ。いやー、あー、まだ。いや、要素が揃ってんだよな。解析間違っててくれ、頼む。
かしたら分かんないね、これ引き戻しの可能性なのか。あれ何なんだ、こういうモード推測が楽しいっていうのがあるんですね。まあ、結果は一緒なんですけどね。さあ分かんなくなりました。そうなんです、これで分かんなくなりました。入り直した可能性あります。はい、つまりね、めちゃめちゃ光ってほしいです。ヤサオキに借りたやつの2枚目行ってますね。いや違うか、10連ぐらいしてしまった。あーいた、あれいるよ。これはもう入り直したと考えていいんじゃない。まあ全ては全部予想ですけど、おー、来た来た、よかったね、はまらず。これはビッグビッグビッグ、おビッグ、これ行ったんじゃない。これはでかい、ついに入ったんじゃない。これ本来ね、天井行っててもおかしくない、いや確かにとこでしたから、流れ的にそうでしたね。危ねえ、大逆転や。いやここですよ、ここ大事ね、本当にモグラ行ってほしい、大事よ、本当に大事ここ。怖い怖い、大事よ。やばいですね、ここ。おお！いった！しや、すごいね、嬉しいね。我慢しましたね。やっぱりこの4号、なんで？まあまあだけど、やっぱこの4号でね、飛んでくれないとき本当に地獄なんで。じゃあ、これやっぱり、ね、金時いるんじゃない？これあとあとだから。本当？後半だもんだって。これはでかいよ。やばいですね。いやだ、そこ落ちやだ。この緊張感。昨日の卓球見てるみたい、息ができない。あー、チンムーン。チンムーン。パチン。おお、チンムーン。パチンコチンムーン。パチンコチンムーンだ、この子は。パチンコチンムーン。ガーバケー、なんでパチンコチンム普通に3割引いちゃってんだよ。3割は得意だもんな。いや得意なんですね。まあまあまあ、ただでかい、光るだけでいいのよ。あーチンムチンム、いいよ。あやばい、まあまあ、あー怖い、よし頑張ろう、真摯に回すしかない。さあ、あああれ、スイカだ、いけいけいけ、うん、いや光んないと逆に怖えんだよな。2人同時に終わる確率の方が低い。そう、どっちかは生きてるはず。そう、どっちかは死んでるはず。逆に言うと、ただどっちかは生きてる。そう、どっちかは死んでる。どっちも死んでるわ。どっちも死んでる、確率的に少ない。絶対どっちかは死んでるんだ。生きるのは俺だ。どっちかは生きてる、あいつだ、死んでる、俺が生きてる、俺が生きるんだ、あー生きてる、生きてる、死んだ死んでる、うわうふざけ、死んでる、お前こいつマジで、あービッグ、あ、はい、もう冗談ビッグです。さあ俺も生きてるよ、死んでるのは全部だけだよ。全部生きてるから、俺も生きてる、うわー死んだ死んだ。ああ12連1600枚、すごいね。変な光り方希望ぬ、変な光り方希望ぬ、変な光り方希望ぬ、
左だけ希望ぬ変な光り方ですね。いいですか、その前にこれ光るのかどうか。いや怖いよ。普通の光り方来た。ダメダメダメ、何今来たーって来たおい、あびっくり来たー出せ登録者500人の YouTuber です来た鈴木ね、来た鈴木です来た鈴木さん、基本生配信の、いやそうですね、生配信で投げ銭で来てらっしゃいますからね、投げ銭の200円でパンを食って生きてますからねやっぱスパーチャーとか来ると、来たさんは嬉しいんですか。いやそれは言っちゃうでしょうね、 あれを安いな、来た鈴木さんがね今からあー来ない、ここ多分スパチャとか飛んできてんだろうね今。頑張って、いやーやべー、見たい、あれ見たい、いやー12だ、うわチェリー、あ来たー出た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 、これ確実にチェリーチェリー1回とか来たー今もうニコ動とかだったら流れてんだろうね、来たー何も見せずに8連してます。いやすごいね、1ゲーム連もしてないし、あ私はもう抜けました200を。あじゃあもう通常ですね。そうですね、まあ本当はタイミング的にはもう完全にやめですね。そうですね、うん、でも球を減らしましょう、来たーが見たくてさやっちゃうよね。あそれでね、いつもあの見てる視聴者なんで、あやっぱこの横で打てる機会もなくて、えいつも見てくれてる人、もちろんあのいつも、あ金玉です、金玉、はい、金玉さん、あの金玉です後であのサインだけいいですか。あ全然全然全然サインあのするからさ、はい、とりあえずちょっと投げといてよ今配信してますよね。あ今生配信してます、はい、じゃあ配信やってくれるのかな、はい、えいくらいくらいくら今1000円です。1000円、はい、来たありがとうございます、ああありがとうございます。自分あの昨日ボーナス入って、あ本当、はい、ちょっと、あじゃあ全然もう5000円入れます。あ5000円、あ入れました、5000円きたやっぱ違うんすね結構。あ違った、いやいや全然なんか結構違った気しますけど、いやいや普通にやってるけどねちゃんとね。せっかくなんで、うん、あの10万入れます10万きたありがとうございます。いや全然いい、10万入れてよかったです、本当に10万でしょやっぱ、はい、うん、ありがとうございます本当。このぐらいしないとね、いや10万はやっぱ結構金で決めてんだなこの人、10万このぐらいしないと怖い、ちょっと怖いな。いや光ったらいいっすね、いや光るでしょこれ、あー怖い、来たーちょうど1万ぐらいの来たのね、1万の時ぐらい、ビッグ来た、ビッグ来たあれ、来た、ごめんちょ待って、ごめんごめん、来た、違う違う、えごめん、何来たを見てたから、最悪、やったやった、タマーキンじゃんタマーキンじゃねえよ、やったやった陽一だよ俺、やった陽一、よああさすがに私は入ってろという方がおこがましいんだが、いやでもこれでねだから10%とか、あおっ来たもう忘れてたじゃん、もうやったあバケだおこれはやばい、そろそろ大丈夫大丈夫、まあまあまあさすがに、さすがにと言ってもねやっぱ32ゲームまでドキドキしますね、32は熱いっすからね、マジで来たいやいや、やったーでしょ、来たーあそっか、来たー 俺じゃねえよ、来たやったーだ、忘れてた、登録者10人先輩なんだろうね、やったー用意した、来たーさんが、来たーさんがプロデュースしてる前もさみたいな、俺みたいになりてんだろうとか言って、なりたいっす、お
やったーやったーギターが遅いんだよ。すいません、ちょっと一瞬喜んじゃって。俺より早く言えって言ってた。すいません、やったやったじゃねえんだよ、負けだろ。すいません。うわーやばい、やべえ汁。やばいよ。うわーずー、やばいやばい。あー汁汁。マジこれ光ったらチャンネル登録お願いします。やばいなこれ。こういうことなんだ。すごい北さん、やっぱすごいな。今のよく光ったな。こういうことなんだよ。今のはしびれましたね。いやこれはね、いや今ので多分5人ぐらい増えたんじゃない。登録ね、言いましたしね最後。いやーやっぱだからああいう時にお願いしとかねえと。あーあそこ俺言えないですもん。やっぱり言えねえじゃん。言い方がちょっと結構ダサかったというか、なんかいやいやいや、やっぱりめっちゃなんでカッコつけてんだろうと思って。いやカッコよく見えないから、やっぱカッコつけないと。やっぱダッセ。これは絶対に通常の天国ではないと思います。あ、だったらまあこんな行かないか。いやこんなに行かないと。やっぱドキですか。ドキドキでしょこれ。それにしても1ゲームね、1回も行ってないんですか。あと特殊な光り方も全然してない。本当にすごい不思議なんですけど、出方が、出方が本当ただただそのそうそうモードの継続率で続いてる。ただただ出てる。いいことなんですけどね。そうですね。あっ、やったー。いやいや、やったー。いやいや、ちゃんと謝ったはいいよ。今見てくれてる人からしたら、何こいつみたいな。え、今の発言ぐらいでそこまで謝らないといけない。いや、やっぱやんないと。あ、俺は若えから謝りたくないですけどね。いやいや、もう若えとか関係ない。やっぱりちゃんと謝れるときに謝らないと。これおじさんとかでも謝れないやついるから。まあまあまあ、そうっすね。北谷さん謝んないし、あんまり。いや俺もうめちゃくちゃ謝る。やっぱダメだってこと。謝ってるんだ。うん、だ早く謝んないって。やった陽一です。この度は、真ん中のリールから中押ししてしまってペナルティを受けたにもかかわらず、それをやってしまったっていうのを面白いと思ってやったーってやってしまって、本当にすみませんでした。謝罪きたありがとうございます。これで救ってくれて。そうそうそう。あ、これでなんか笑いに変えてくれたみたいな。まあまあ、でだいぶ今から来るから金50円とかやったりとか。やっぱ北さんも叩かれたりしたんですか。いや、めっちゃ叩かれるよ。やっぱやっぱね、そのみんなその、はあ、平気にやそういうことする。ああ、見た今。やったいや、リールリール。何リール。リールだから特殊な光り方です今。何要はレバーオンじゃなくて、おう、あのリールで、あの、ま、光ったから。何言ってんだリール来たこれがオキドキやと。これがオキドキやですよ、言わんばかりの、この台のポテンシャルを皆さんにちょっとお見せできてますわ。ポテをね、いやこれもうそろそろやめないと500までいったらバカらしいなこれね。うん、確かに追わなきゃいけなくなっちゃうから、いやいやいや、ちょっとね本当はもうちょい打ちたかったんですけどね。出ますね、来た北鈴木さん。北鈴木さんでしたっけ。本当大丈夫かな。で、出たのは嬉しいんですよ。出たのは嬉しいんですが、後半のあの話が全部使えるのかどうかですよね。あの
北鈴木とやった陽一の生配信3000枚いったよ。違うんですよ、私は本当にそういう方のこと何とも思ってないですけど、もぐらが結構ね言ってたんで、叩くならやっぱもぐらをあの叩いてほしいですね。なんか投げ銭がどうこう言ってたじゃないですか。本当に申し訳ないです、もうもぐらに代わって本当にすいません。もう不快になった方、あの配信やってらっしゃる方、本当すいませんでした。もうあいつがちょっと出てね気分良くなって言ったことだと思いますので。いやでも北鈴木さんがどこまで伸ばせるか、まあ、7対3なんでね、まあ、知ってんすよ、ここはもうねいくら伸ばそうがもう総集編になるんで、もういつの間にか北さん今必死に来たってやってると思うんですけど、全部カットですまあ気が向いたらね未公開なんかで北鈴木特集をやってもらえればまあいっか、ちょうど7対3で、ね、基本今回は多分もう7対3の話してたから。いやでもどうですか今回、ギリ大丈夫ですか、日本行けます。あ、よかったですね終わったと思いましたね正直、はい。あーやっぱねあそこのバケで終わりっすよね、やっぱね。ただねこの40までもこれ実はゾーンなんで、そこをお見せします。そろそろ多分40なんですけど、ちょっと見せてくれませんね。はい、エンディングです。エンディングです、はい、いやどうしたんですかそんな。あ、寒いですか。タバコ持ってますけど、タバコの煙じゃないですからね、うん、これねマジで雪がまあ降るでしょう、このこれ雪の寒さだよね、うん、寒さがちょっと異常でございますけど、はい、いやただね気温は寒かったですよ。あらあら、結界は熱々ということでしょうもね、まだ YouTuber やってるいやいや、マスです。朝はちょっとねあのやばいぞという、そうですね、朝というかもう昼過ぎまで、まあまあまあ、やばかったっす、ね、あやばいなってなったんですが、まあまあ本当にこれぞオキスロというような、もう一撃で展開を変えるという、はい、回でしたね。線がねこう、はい、グラフが素晴らしかったですね。最高の線を描けました、ということで、はい、じゃあ行きます、結果だけね、発表しましょうか、はい、じゃあ結果のはこちらでございますいやいやいや、プラスです。あ、回収4000枚ですよ。いやすごいよね。いやすごい、2人合わせて4000枚よ。はい、で私の代も最終的に、ビッグ14お、バケ6の結局だから7対3。あ、じゃあ後半あの全カットの場所は全部ビッグだった。全カットなの？あの全カットのパートそう、全カットは全部ビッグなんです全部ビッグだとカットされちゃう。あ、そうなんだ。そうそうそう、で一撃3200枚ぐらい出まして、のっということで、あらこれヤサのおじいに返せる。てかもう髪の毛はかったね。一応報告してみる、はい、一応ねこういうちゃんと、はい、だからこれを真似して借りるだけになっちゃう人がもしいたら困っちゃうから、ちゃんと返すとこまでが借金ですからね。そう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 、家に帰るまでがみたいなね。そうそう、お金返すとこまでが借金ね。出ねえかさすがに。あ、お疲れ。お疲れ。やさおじあれいらなかったわ、借りたけどなんでそんな市原隼人みたいな。いや、あれあのやさおじに借りた後ほんとすぐ出て、あのあ返せるんですけど返した方がいいっすかはい、そこはでも希望というか、いやもうあの債権者様が全て決めていいっすよ、はい、はい、誰に1万貸したんですか。岡野さん。俺だっけ嘘、あれ岡野さん、あーあった、やさおじ2500円もらって、あったあった、わかりました、7万2000円ぐらい振り込みますじゃあ、本日中にあの振り込ませていただくんで、ありがとうございました、本当に。いえ、すいません、お疲れ様です。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。失礼します。はい、どうもー。
はい、生きて機嫌良かったですね、機嫌良かったですね、ただ私は知らない負債があったんですまあでも、はい、ここまでが皆さん、はい、借金ですので、そうですね、ちゃんと借りたものは返しましょうと、はい、あれ雪降ってきたじゃない、本当に今なんか、そうですね、なんか変な入ってきた気がしますね、氷も、はい、まあまあ、はい、まあでも楽しかったです、楽しかったですね、ぜひ、やっぱりオキスロだねスロット、しかもガスカフェ店これでまた負けなかった、また負けなかった、これ唯一じゃないですか、ガーデンさんでやばい、4-0っすか、 4-0 すげえな、おい、移転しねえかな、これ都内に、ガーデンカスカベ店として新宿にもうわけがわかんないけど、していただけたらぜひちょっとその方、うん、それもご検討お願いしますと、ということで、はい、雪が降ってきたんで、帰ります、帰りましょう、寒いからね、じゃあね、いやバイバイ、じゃあね、ありがとうね、バイバイ、さよなら、ポー、さよなら、ポー